はい、皆様こんばんは。オーストラリアのゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV マッカイキヨミでございます。さて今日はですね、私の大好きな、お友達の、小児科医の鳥海佳代子先生を再びお招きしまして、番組をお送りしていきたいと思うんですけれども、鳥海先生に今日伺うのはですね、究極のもうみんなから愛される女の子の育て方にはあるちょっとした秘訣があるらしいということなんですね。はい、私も、つい先日ようやく子育ての、第2ステージが終えたところで、ああこれからはもう自由に旅ができるわっていう感じではあるんですけども、もうあとワンステージね、大学生になりますので5年間あるんですけども、まずは、一段落ついたかなというところなんですけども、鳥海佳代子先生はまだまだね、小学生の双子さんのお母様でいらっしゃってですね、男の子さんと女の子さんのお母さんなんですけども、まさしく今子育て真っただ中という感じなんですけども、今日の配信は女の子さんをお持ちのお客様は、もちろんですけれども、女の子でなくて男の子を育てている方も、それからこれからお母さんになる予定の方も、ぜひね、聞いていただきたいお話がたくさん詰まっている配信になります。さあ、それでは今日もいつもの、はい、必勝技を使いまして、日本の鳥海先生とお話をしてみたいと思います。はい、日本とオーストラリア7000キロ離れておりますけれども、はい、その距離を飛び越えましてつないでみたいと思います。皆様からの書き込みもお待ちしております。右側のソーシャルストリームの方にね、たくさん、ご質問などもお寄せください。もしもし。はい、こんばんは。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、私もちょっと鳥海先生のお隣の方に行きまして、今日はじゃ左側の方で失礼させていただきます。はい、鳥海先生、小児科医の先生でいらっしゃいまして、今冒頭でご紹介を少しさせていただいてたんですけれども、今まさしく子育て真っただ中という感じで、男の子と女の子の双子のお母様でいらっしゃいまして、千葉県の白石の方で、小児科のクリニックを開業されている先生でいらっしゃいます。はい、それでは鳥海先生、皆様に自己紹介からお願いしてもよろしいですか？はい。白石の方で、小児科をやっております、鳥海佳代子と申します。診療の方は子育て応援ということを、モットーにやっておりまして、またその他に定期あるいは不定期で、子育て応援講座、と題しまして、小児科の上手な受診の仕方ですとか、ホームケアのコツとか、そういったことをお話ししております。はい、ということでですね、今日は子育て中のお母様方もたくさん見に来てくださるのではないかと思いますけれども、いつものように、はい、ちょっとこちらをご紹介しておきます。これは今iPad mini で私も、ライブ配信を見ているんですけれども、世界中どこにいてもですね、いらっしゃっても皆様がインターネットのネット回線さえつながれば、こちらのソーシャルメディア TV の方を、視聴するだけではなくて、コメント参加をしていただくこともできるんですね。はい、皆様の今見ていらっしゃるライブ画面の向かって右手の方になりますけれども、ソーシャルストリームをご用意しています。こちらは皆様がお使いの Twitter とか Facebook、また Mixi とかですね、Ustream などのアカウントを使いますと、こちらに皆様からのご意見とかね、コメントなどをライブで表示しながらご紹介することできますので、今日は小児科医の先生ですからね、お子さんのこんなね、症状とか、それから子育てに対するですね、素朴な疑問ですとか、そういったところもたくさんこちらのソーシャルストリームの方にお寄せいただきたいと思います。はい、それでは鳥海先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、さて今日は特にですね、女の子さんをお持ちのお客、皆さんにはここはぜひ聞いてほしいなというようなお話がたくさん出てくるんですが、私も一児の母で、女の子の母親なんですけども、もう18歳ですからね、ちょっと今から時間を巻き戻してもう一回やり直したいなってところは結構たくさんあるんですけれども、みんなから愛される可愛がれる女の子を育てるには、こうした、ね、ちょっとした秘訣があるんですよということを、リアルな、鳥海さんのお母様を、ね、例に例えていただいて、今日はご案内いただけるということなんですが、まずどのあたりから鳥海先生いきましょうか。はい、はい。じゃあ、うちの、母のですね、いろはいい。ろな武勇伝から武勇伝から。お話したいと思います。うちの母はですね、もともとは北海道の、
南の方の方なんですけども、大地主のお嬢様だったんですね。で、もう山一つだか、なんか向こうの彼方の山まで敷地内っていう、そういう大地主だったらしいんですけれども、で、2人お兄さんがいらっしゃいまして、でその次に、3番目に生まれた娘ということで、大変こう可愛がられてですね、生まれた時は3日、3晩宴会だったとか言ってですすごいですね。ね、あと寝屋がいたとかですね、何歳ぐらいまで寝屋がいたとかですね、寝屋が嫁に行ったとかですね、そんな話をしておりました。そのうちにですね、農地改革で結構土地は取られちゃってですね、地主から地主さんではなくなって、普通の、暮らしをするようになったんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんはですね。で、おそらくですね、周りから嬢ちゃん、嬢ちゃんと、言われてたって言ってるんですけど、それですごく可愛がってもらったらしいんですね。それからそのお兄さん2人にもとっても可愛がってもらったらしくて、そこでこうすごく愛情いっぱいに育ったのかですね、すごいこうモテモテなんですよね、男性からも女性からも。かなりモテモテだったらしく、今でもモテモテなんですけども、なんとですね、プロポーズをうちの父を含めて4人プロポーズ受けたとかですね、なるほど。そんな、聞きましてですね、それからこう、大体この、いろんな場所、いろんな趣味の世界とか、あるいはそのお葬式とかそういった場に行っても、結構かいがいしくですね、いろいろ立ち働いてとか、あるいはその何かの集まりの会でもですね、すごくその、清美さんみたいにですね、そこにいるだけでこう場が華やぐということで、和やかになるということで、すごくこう人気がありますね。で、こう割とススッと入り込んじゃ、あの、あの入り込むので、だいたいそのお通夜のお手伝いとかしてると、もうさっさかさっさか働いて、社交的に接するものですから、完全に親戚の一人だと思われて、ただ手伝い、近所で手伝いに行っただけなのに、もう完全に親族か親と、族。親族のようにこう思われて、なんかお悔やみの言葉を言われたりとかです、そんな内輪の話人っもあって。ていう感じそうそうでなんでね。す。すぐ内輪の人になっちゃうんですよね。でも分かりまなす、のそで、れ。私はいろんな、医者ということで、いろんなこう病院とかですね、に行きまして、いろんな看護師さんと接して、かなりの女性とこう密に接してるんじゃないかと私は思ってるんですけども、なかなかこのキャラはないなっていうぐらい、今時愛され女子とかいう言葉がありますけれども、これはもう天もう元然祖の、ですね。愛され女子だなというふうになるほど思いましてでね。すね。そのあたりのね、ちょっとお母様の歴史を紐解いてですね、どうしたらそんなに皆さんから愛されて、皆さんが可愛がられてという、女の子になるのかというところですね。お嬢様の立場でいらっしゃるわけですね。鳥海さんのお母様ということですから、鳥海さんか佳代子先生からご覧になっての母親、お母様の可愛らしいところとか、ここが多分みんなに愛される元になった秘訣なんじゃないかっていうのは、どんなところがやっぱりあるんですか？そうですね。やはり、こう、自分、基本的には、すごい、やっぱ自分に、こう、自信があると言いますか、それ大切でやっすぱり、ね。愛をたくさん受けて育ってるので、そこら辺が揺るがないんですよね。私は、もう愛されるに足る人間だっていう、その根っこの自信と、そして、私は、そのみんなに、いいことをしてあげるというか、みんなが過ごしやすいようにとか、楽しくしてもらうようにこうできるんだっていう、そこら辺の自信が揺るぎないですね。あともう一つはですね、結構、甘え上手だったりとか、ほどね、そこポイントですね。男性とか、あるいはその何か人に物を頼むときでも上手ですよね、やっぱり。助かるわーとか言って、いや、あとなんか
さすがねとか、相手をすごくいい気持ちにさせる言葉をね、たくさん言ったりね、します。ああ、すごい参考になりますよね。はい、まあ、例えば私思うんですけども、女の子って、いろいろなものを持ってると多分人生に役に立つことがいくつかあると思っていて、私が挙げるとすれば、まず一つはそのやっぱり可愛らしさ、ご性格のもう愛らしさっていうのあると思うんですよね。それにあと例えば女の子だったらお料理がすごくうまいとかね。うん、お料理ってやっぱりこう一生ね、その家族の、笑顔をこう導き出すようなこう大切なスキルだと思うんですけども、あともう一つ今いいヒントが出たなと思うのは褒め上手。これはね、本当に女の方の人生を本当にこう引き上げてくれる魔法のスキルだっていうふうに思うんですよね。そうはい、ですね。それで、まあ、実際に私もお母様にお会いしたのが一番最初画面越しだったんですよ。予想外にいきなり現れまして 今日みたいにこうライブでお話を、ハワイにいらっしゃった時ですね、確か。そうですね。フラの、何か大会でお母様といらっしゃってて、で鳥海さんと佳代子先生と私が対談をさせていただいていた時に、後ろに何かよこぎる方がいらっしゃるんですよ。で、あれと思って、あれと思って、今どなたか背後いらっしゃいませんでしたかって言ったら、お母様で、そう、出方がねラブリーなんですよ。画面の横からね、ちょって出て、で今度反対側からってこう覗く、座敷わらしみたいな方なんですよね、出方が。かわいいんですよ。だから、まあ、鳥海先生のお母様の世代だからかわいいなんて言ったら失礼かもしれないんですけれども、もう愛すべきキャラクターね、あれは。だから本当にその今お話に出てきましたけれども、自分は本当に愛情を100%を受けて、育ってきたっていう、そういう天然の自信ですよね。そうですはい、ね。これはやっぱり素晴らしいですよね。ね。例えば鳥海先生もね、ご自身が双子さんのお母様ですけども、ご自分がお母様になって母親として自分の子供たちにこんなふうな子育てをしていますっていう、いくつかの、まあ、ヒントというか秘訣があればちょっと教えていただけますか？そうですね。やっぱ双子ということで結構無我夢中でやってきた部分もあるんですけれども、まずその母が私にやってくれた、してくれたようにですね、まずその別に子供は親の従属物ですとか、親のものだとか、そういう意識を全くなしに、もうその子それぞれ人格、その一人の人間だっていうことで、小さい時からですね、そういうふうに思って育ててきたっていうのはありますなるね。ほどね。今、小学校の何年生になりましたか？3年生ですあ、ね。3年生ですね。そうすると本当にもうね、3年生ぐらいになると自分の意見も言うし、自分の好みなんかも、お父さんお母さんこうがいいんじゃないのって言っても、いや私はこっちがいいわなんて言い出すようなね、年頃だと思いますけども、現在、まあ、お嬢さんの方ですよね、小学校3年生のお嬢さんですけども、どんなお嬢様に育っていらっしゃいますか？いや、それがですね、それがでちょっすと結構予想に反す るよとそこにろ話があっしましてたでか？すね、例えばですね、私の母は絵を描くのがすごく好きで、上手なんですよ。で、それが隔世遺伝したのかわからないですけど、娘も絵描くのが上手だったりとかいろいろするんですけど、なんか割とちょっと引っ込み思案子的な、内弁慶というかですね、引っ込み思案的なところがあったり、女の子って普通男の子よりしっかりしてるんじゃないのかなって思うのに、結構能天気だったりとか、あれ？みたいな感じで、ただそれはそれで、娘の個性なのでね、そこら辺は別にあんまりこう言うことなくて、あれと思いながらも、これはもう本当にですね、別にこうした方がいいとか、それはもちろん希望は言うんですけど、やっぱりちゃんと挨拶はしようねとか、お礼はちゃんと言おうねとか、そういうふうな話はよくするんですけれど、で、またやっぱり小さい時はよく言ってたんですけども、
うちにね、お父さんとお母さんのところに来てくれてありがとうねっはい。て選んで、まあ、きっと選んで来てくれたんだろうなと思ってるので、うちに来てくれてありがとうねっていうような言葉は伝えるようにしてますね。それね、本当に大切なことだと思うんですよね。子供ってね、覚えてますよ、そういう言葉、本当に。私もすごく子供の頃の、親はもう覚えてないかな、そのシチュエーションを。でも、その時に言われた言葉がすごく人生に影響していることってすごくたくさんあるし、あと自分が実際母になって子育てをしてきて、自分は忘れてるんだけど、たまに娘から「ねえねえ、そういえばさ」って言って、すごい小さい時に私が言ったこととか、彼女にやってきたことっていうのをふっとやっぱ思い出させてくれることがあって、で、ああ本当に言葉って大切、っていうふうに思いますね。なるほどね。そうするとお嬢様は、ほんわか柔らかい天然な感じで、天然ですね。バンバン前に出本てって、こう人を押しのけるというような感じでは全くなくて。当天然ですね。思いっきり忘れ物とかよくしてきますしね。本当にびっくりしたのが、バス遠足のしおりをどこ行ったか分かんないって言うんですね。一応、クラスいくつかあって、その息子と娘は別々のクラスなんですけど、これ明日バス遠足でしょ？しおりなくて大丈夫なの？って言って聞いたら、娘が、大丈夫とか言って、見せてもらう、あ、なんだっけ、その息子の方にですね、見せてもらうから大丈夫とかで、ちょっと、バス別でしょみたいな。バスの座席表とか書いてあったんですけど、いや、別だからとか言って、でも多分そういう子はなんとかなるんだと思うんですよ。そうでしょうね。私そう思いますね。本当にうまく世の中でできていて、ちゃんとその天然の子の周りにはお世話好きな子っていうのは必ずセットでついてくるもので、そうだよね。そう、私も天然の方だったんですね。でいつもなんかないと、いつもなんか足りないという感じなんだけど、必ず学年変わってクラスが変わってもちゃんとお世話好きな子がね、友達になってくれるんですよね。でお世話好きな子っていうのは誰かの役に立ったりとか、誰かが困ってるとこを助けたことによってこう喜びを感じるタイプの子じゃないですか。だから私みたいに足りない子にとってみると、そのお世話好きな子っていうのはもう格好のお世話の対象っていうかね。 そうなんですよね。うまくできてるなって思うんですよね。だから多分ね、ドリーム先生も今子育て真っ最中で、お母さんが理想とする姿ってあるじゃないですか、子供にこうなってほしいなってあると思うんですよ。私ももちろんあったんですね。あ、子供はこうであってほしいな、こうであって思うんだけども、なかなかその通りに行った試しがないっていうのは多分ありませんか、経験で。そうです ありね。ません？そうですね。で、私なんかはすごいトムボーイだったんですよ。男勝りな子だったのね。だからですごい子供の頃体が大きくて、例えばピンクハウスだったりとかミルクとか、そう、子供かわいいフリフリの小物に憧れてるけど全然嫌な子だったんですよ。それで女の子が生まれたから、自分の叶わなかった夢っていうのを子供に託したくなるというかね。子供のところなんかこうバレエをやりたかったりとか、なんか女の子っぽいものっていうのをなんかなるべく自分の好みでやったりとかやらせたりとかしたかったんですよ。だから子供にそういうのを着せたいから、洋裁まで習いに行って、もうとにかくこうフリルの多いものとかたくさん作って着せたんですけど、もう嫌なんですよね、子供はそういうのが。だからすごく今でも記憶があるのは、七五三の時にね、写真館で日本だと可愛い子を着飾ってお写真撮ってくるじゃないですか。で母はもうこれが絶対いい、もうこれお姫様っぽい、もう全部ピンク、もうピンクピンクっていう選んだんですよ、準備万端で。で写真館行った時に、3歳ぐらいだったんだよね、まだね。3歳の時に「これは嫌だから」って言って 全部用意したの、全部違うのにしましたけどね。だからそれ、私もそれに対してなんていうのかな、これがあるべきって結構押し付けないできたんですよね。お母さんはこれがいいと思うんだけども、でも子供はそうじゃないのねっていうのが、フレキシブルに。だからなんか今帳尻合っていい子に育ってくれましたね、おかげさまで。
例えば、そう、天然ちゃんのお母さんの鳥海さんとしては、お嬢はい。さんと意見が合わなかった時とかはどんなふうに対処してるんですか？まだね、まだ小さいから、まだそれなりにこちらが理屈っぽく言うと まだ通るんですけまどだね。ね。なので、まだ大丈夫なんですけど、やっぱりその私と母のことを思い出すと、やっぱり一人の人間として大事にしてくれたから、逆に私もガンガン意見言っちゃったりすると、結構喧嘩にはなりましたね、なるほどね。思春期とかね。でしょうね。でも喧嘩にはなったんですけど、翌日は仲直りしてましたね。なるほどね。本当に母と娘ってぶつかる時っていうのは本当に正面衝突できますけども、仲直りする一瞬って一瞬だったりしますよね。私もついこの間あったんですけど、1年ぐらいもうね、お互い頭きてて連絡もろくに取らなかったんだけど、もう一瞬でもうその今までの何ヶ月間の、なんていうの、わだかまりが溶けちゃうんですね。これってね、やっぱり血のつながりって不思議なもんがありますよね。なので、やっぱりこう小さい時からというか、日頃やっぱりお互いがこう、なんていうかな、なんかお互いの腹の底を見せ合うじゃないですけど、たまにこう昔の患者さんなんかでもいらっしゃるんですけど、お母さんが大変高学歴とかでこうバリバリ働いててしたりして、すごく自分を律してるようなタイプのお母さんで、そうするとこうなんとなく娘との距離が遠くなっちゃって、あんまりこうベタベタ接しない、小さい時からこうギューって抱いたり、意味もなく頭くしゃくしゃってやったりとか、意味もなくなんかなでなでしてみたりとか、あんまりそういうのをしなさそうだったりしてると、ちょっとこう思春期にかなり距離が出て、それがちょっと心のつまずきになってしまうっていうのを何人か見たことがありますね。そうですね。やっぱりそのちっちゃくてもう抱きしめられる年齢って本当に限られているじゃないですか。だから私思うんですけど、3歳までに子供って親孝行一生分しちゃうよって、これ本当だと思うんですね。本当に初めて喋った時とか、つかまり立ちした時とかの愛らしさとか、あれでもう本当一生分もうね、先に親孝行してるですよね。で、その可愛い時期に抱きしめてあげられなかったお母さんがいたら、これはやっぱりちょっと残念だったなって私そうですね。も思いますですだね。から、よくその私の、好きな、木下先生とはまた別の先生なんですけど、梯さんっていう人がいらっしゃるんですけど、本人もう10歳まではもう結構もう好きなだけ甘えさせなさいって言ったんですね。なので、10歳超えてもですね、なんかこう甘えさせてあげるようなシチュエーションを作るっていうのもありかなと思いますね。さっき言ったように、もう意味もなく触ってみるとか、そう意味ですもなくね。ベタなことしてみるとか、そうなんで特すよにね。父はむしろやっぱりスキンシップ意味もなくあんまりしないので、いいかなと思いますね。私のこうフラダンスの昔の友達とかは、その本当に、ハワイの先生に習うようになった人とかは、ハグするんですって、レッスンの後とかに、お互いクラシスターとですね、そのクラスメート、日本人同士で。それで、家に帰って、これはいいと思って、ご主人とか、もう小学校6年生のお嬢さんとかにハグを毎日し始めたんですよ。だから、今更っていう年今齢なさんですけど、もうでもだ、ご主人とも、その小学校6年生と、5、6年生のお嬢さんともし始めたら、すごくね、関係が良くなったって言ってましたね。それなんかすごいわかる気がしますね。ありますありますねえ。たくさんコメントいただいてましたので、ご紹介も一緒にねしていきたいと思います。今日一番乗りは新井理恵さんですね。ありがとうございます。理恵さんのところもお嬢様と仲良くてね、一緒にお料理したりとか、お母様やっぱお料理お上手な方だから、お嬢さんだと一緒にね、こう料理楽しいですよね。理恵さん、ありがとうございます。
名古屋から上石陽子さん、清美さん、佳代子先生、こんばんは。ただいま着席しましたと。はい、ありがとうございます。陽子さんのところにはふわふわのかわいいジェイ君がね、かわいいね。はい、愛情を込めてね、マルチーズのワンちゃんなんですけどもね、もういつも私楽しみでね、ジェイ君が擬人的にこう喋るコメントが彼女よく出ててね、かわいいんですよね。はい、佳代子先生のお母様、本当に可愛らしい方ですと。でしょう、本当に可愛らしいっていう言葉がぴったりなんですよね。お名前が同じ陽子さんと。なるほど、もう本当に陽子さんってお名前の通りの方ですよね。アゲイスさんもそうですし、佳代子先生もそうですし、やっぱりその親がこう愛情を込めてつけた名前って、その漢字に込められた言霊を生きてほしいっていうのは多分あると思うんですけど、陽子さんって本当にお日様のような方だと思いますね。あ、それから京都のカズさんですね。はい、佳代子先生、清美さん、こんばんは。新幹線から着席なと、京都にものすごい立派な商業スタジオをオープンさせましたですね、カズさんがね、パンダスタジオさんで。あれよ、あれよ、あれよという間にもうプロになってしまわれまして、もう手の届かないところに行ってしまいましたですけどもね。はい、ヨコさん、佳代子先生と私は真逆の人生だったんだなと思いますと、私は早く大人にならなきゃでしたと、だから全部自分でやっちゃうんですよねと。はい、まあ、これも今日打ち合わせの時に私実はね、佳代子さんと話してたんですけども、私もね、全然褒められないで育った子供なんですよ。だから言うことやることを自分の子供だからこんなのいいかなと思って全部全否定、頭ごなしに全否定で育ってきてるんですね。だから佳代子先生のお母さんみたいにも100%愛されることをもう自分が分かってるっていう方ってすごい羨ましく思いますですね。例えば、まあ、お仕事柄小児科医の先生されていらっしゃるので、まあ、ちょっとね、大丈夫な範囲で結構なんですけど、やっぱお母さんとお子さんの関係っていうのはお仕事柄もたくさんこう見ること多いと思うんですよ。はい、そんな中から小児科医の先生としてこれはどうかなとかいう親子関係みたいなのってやっぱありますか？特に言葉とかでね、そういうの。そうですよね。なんかまたつながるしよう。ですね、やっぱりですね、やっぱり一番なんかこう見てて、ああって思うのは、先ほど言ったように、こう、本当に子供は自分の付属品のように扱ってる様子。もう、例えば相手がその2歳の子供だろうが3歳の子供だろうが、もう大人の部下に対して言ってるような、何やってんの、早く来なさい、人がいっぱいいる前でね。そうそう、何回も言ってるでしょとか言って、なんか本当に頭ごなしにこう言ってるような感じですとかが、ちょっとなんか悲しくなったりしますね。そうですね。私も本当になんかこう、自分が子供小さかった時って意外と気がつかないでやっていたことがあったんだけど、でも自分が子供手離れて最近思うと、やっぱり人様の、小さいお子さん持ってらっしゃるお母さんとかの言葉ってものすごくやっぱ気になるのよね。入ってくるのよね、ストレートに。で、この間も飛行機で日本に行く時に隣に座ってた親子さんいたんだけど、子供を、なんていうのかな、恐怖感を抱かせながら言うことを聞かせるみたいな方がいたんですよ。で、もう飛行機から突き落としていいのかみたいな状態で言うんですよ、言うこと聞かないと。もう飛行機からお前降りろみたいな感じでね、もう飛んでる飛行機から降りられるわけないんですけども。で、子供は怖いでしょ、それで。そういう感じの、追い詰められる感じですよね。で、私もさすがにね、一言ちょっと余計なお世話だったと思ったんですけど、言わせていただきましたですけどね。お子さん、そんなね、飛行機から突き落とすなんてね、なひどいことはね、どうですかってついつい言っちゃいましたですね。余計なお世話だって思いますけどそうね。からあとですね、こんな方がいらっしゃったっていうのがですね、その子は男の子だったんですね。で、
お母さんをこう早くに亡くされて、病気かなんかか離婚かわからないんですけど、はい。で、中学校1年生の男の子と、あと3つか4つ下の妹さんとお父さんで暮らしてらっしゃった。はい。で、お父さんもお仕事でたくさん忙しく、とっても忙しくて、で、お父さんが割とやっぱりその高圧的というか、お前しっかりしろみたいな、そういう、こうスパルタ的なお父さんだったんですね。で、そのお兄ちゃんの方はもうとってもこう優しい、なんかこう、優しいタイプになったんですね、本当に。そしたら、どうやらですね、こう頑張って頑張って、お父さんの期待に応えようと思って、頑張って頑張って頑張りすぎて、もう頑張りきれないところまで来て、でもう体の症状としはい。て発症した。もう、お腹が痛いっていう、あるいは胸が苦しいか。で、それでまあ入院になったんですね。で、結局どうやらこう別にいろいろ検査しても特に悪いところはないと。で、またやっぱりその親子関係が原因なのかな、今言ったような状態だったのかなっていうことで、まあ精神科とか先生とか相談しつつですね、アプローチしてったんですけれども、結局こう彼がその立ち直ったというか、普通の生活に戻ったきっかけは、やっぱ親は変わらないんですね、残念ながら。親はどうしても変えられないし、変わらないっていうのが本当のところかなと思うんですよ。だからもう彼が自分でこう、親はこういうもんなんだと、こうお父さんはこういう人なんだ。でも別にそれをこうせ、まあ、責め、あんまりこうそこに憎しみとか向けるのではなくって、まあ、置いておくというか、そしてまた別に自分が自信を持つ、その彼のきっかけは、友達からとっても信頼されたこと、その病棟仲間ですね、病棟の入院仲間から頼りにされるようなことがあったんですよ、ゲームかなんかのことで。それがきっかけになって、自分自身の、自信を取り戻して良くなりましたね。なるほどね。私もちょっと記憶にあるのは、精神的な痛みが体の不調を巻き起こしちゃうのを覚えてますね。だから私、その風邪ひいたとか感染症とかそういうものを超えて、自分の意思で熱を出すことができた子供なんですよね。そう、そんなだったですね。だからそうですね。でも小さい子供ってちょっと選択肢があまりないといったら変なんですけども、親がね、ものすごく自分の耳元でわーってすごい喧嘩してても、かといってその小さい子供が一人で生きていかれるかって言ったらそうでもないじゃないですか。だから今の例えすごくわかるんですよね。病気になればちょっとその間、そういう悲惨な喧嘩の場面からエスケープできるような逃げ道っていうのかな、みたいな記憶がちょっと今ふっと蘇りましたけどね。そうですね。なので、ちょっと、本題に戻るとですね、やっぱりこう、もし、自分の子供じゃなくて、あるいは別のお子さんにこう接するような感じで、そのお子さんが、なんかやっぱりこう自分に対して自信が持てないのかなとか、そんな雰囲気があったりとか、するようだったら、やっぱり、ちょっとでもこう、褒めてあげたりとかですね、あるいは大事に思ってるよとか、見て、ちゃんと見守ってるよとかですね、そういうこうサインを出してあげて、そうするとその子がまた親からでなくてもですね、そういったところで、自分はちゃんと見られてるんだとかですね、ひょっとしてこの人に好かれてるかもしれないなとか、そういうふうなことがまたきっかけ、自信のきっかけというか、自信の根っこになるかもしれないなとは思いますね。なるそほうですど。ね。はい。いやもううちなんか18歳ですからね、娘が。ちょっと時計を巻き回すことはできないんですけども、もしですよ、もしそれが、タイムマシンとかに乗ってできるのであれば、ちょっと忙しすぎましたね、子供を育ててるちっちゃい時って。だから、その忙しすぎるやつを、半分ぐらいにして、
もっと本当に成長期の可愛い時にもっともっと一緒にたくさん時間を過ごしてあげればよかったななんていうふうには思いますね。ただ必ずしも24時間べったりお母さんがそばにいるからいいっていうふうには思わないんですよ。だから多分鳥海先生もね、お仕事されてらっしゃるから、お仕事と家庭と育児とやってますよね。だから24時間はそばにいられないわけじゃないですか。だからお子さんといらっしゃる時の時間の密度の濃さって多分すごい濃いと思うんですよね。だってその時間しか取れなかったりとかするじゃないですか。それはどうですか、実際お仕事されてるお母さんとしては。そうですね。やっぱりこれはうちの母の話になるんですけれども、やっぱり、時々言うんですけども、やっぱり時間じゃなくて本当に密度かなと思います。その子供の時、子供と一緒にいる時は子供の話とかですね、子供の姿に全力投球するというですね、まあ、私もちょっとできてない部分もあると思うんですけども、で、本当に子供にといる時間を、その場を大切にすると、あるいは何か子供にこう手助けが必要な時とか、いうような時と、あるいは子供と一緒に楽しむ時はもう全力投球してその時も楽しんだりやるということで、全然いいんじゃないかなと思います。だからもう保育園なんて、もう保育園の3歳神話とかもう全然もうあんな気にしなくていいかなと思いますね。なるほどね。例えば、お子さんの、小児科医の先生ですから、お子様ね、たくさん接すると思うんですけども、子供からこういうサインが出てるときは、お母さん、ちょっとやっぱり子供と一緒にしっかりと向き合った方がいいよっていうようなサインとかってあるんですか？そうですね。そうですね。まあ、私が接するのはちょっと小さいお子さん中心なので、まだ私もなかなかそういったサインは出てこないんですけど、例えばクリニックとかに来院されてたりする、して、こうあんまりこう自分の話をしないお子さん、自分意見とか、自分の言いたいことをあんまり言わないお子さんは、って思ったりしますね。ただ黙って座ってる。で、で、横でお母さんが、この子こうなんです、この子こうなんです、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 ってお母さんばっかり話してる。つまり、そういう場合は本当お母さん自身も気づきにくいかなと思うんですけど、お子さん自身があんまり自分の言葉で自分の好きなように話してないなとか、そういうのはちょっとどうなんだろうって思いますつい、ね。だからお母様とかの顔色を見ながら喋っちゃう子供ってね、ちっちゃいのにね。それあでれすでもお受験とかって、あんなちっちゃいのにすごい大人みたいな話し方する子供たちっているじゃないですか。あれはだからそういうふうに、いろいろなね、練習とかをしているのかなと思うんですけども。いやー、なんか5歳なのに立派ねーってこの間もうちの近所の子に言っちゃったんですけど、日本に帰った時に。やっぱりね、有名な学校を目指してるらしいですけど、だから本当に物心か、そのお母さんとこの間ちょっと話したんですけども、子供の首が座る前から子供がね、まだこうね、本当生まれて2ヶ月とか1ヶ月とかそういう状態の時から、なんかね、フラッシュカードを見せて、もうずっとそのお受験を目指してきたって彼女言ってましたね。ありますあるんでね、すね、そういそうういうの。なんかのドットがこうついてて、でそれでパッパッパッってこう見せるって。で子供まだ首座ってないですしっていう頃からお母さんやってましたって言ってましたね。だからもう5歳さんなんですけど、なんかね、小学校の2年生ぐらいでやるような漢字のドリルやってたりとかね、結果は出てますねってこの間お話ししたんですけど。そう。なので、確かにその子供の脳とかですね、もう本当に才能とかは本当に伸びしろがもう無限大だと思うので、早期アプローチでいい結果が出るっていうのは当然あると、思います。まあ、だから、そうだな、だからそういうお子さんもやっぱり子供のために熱心にアプローチされてらっしゃるので、まあ、愛情がどうとかそういう心配はないとは思うんですけど、
まあ、あんまりこう、なんていうか、時々は気抜いてねとかね、おおらかにしようねとか、そういうふう赤ちに言いゃたんくなる首時動はあかりなまい時からもうこうカードすごいなーって私思っちゃったんですよね、この間。ん、そただ、そこで親子関係がね、ちゃんとしっかりして、ね、はい、は全然、はい、いいと思いまなるほす。どね。でもまあ本当にその何かこうアカデミックなものを目指してほしいとか、そういう時っていうのは、ね、音楽の才能もそうでしょうし、一はい。番取っかかりの部分っていうのはやっぱ子供さんをそう導いてあげるのはお母さんとかお父さんの気合もはい。確かにあるのかなっていうふう確かにに。は思いますよね。いますね。はい、では書き込みをご紹介させていただきます。はい、しすいさん、はい、きよみさん、かよこ先生、皆様こんばんは。しすいです。今から拝見します。ね、幸運の女神様ありがとうございます。はい、そして、この方も赤がとてもお似合い。はい、加藤節子さん、節子さんは3人のお子さんがもう立派にもうご成人されているお母様の先輩ですからね。はい、こんばんは、親子のテーマ深いですねと。そうなんですよね。私も自分の娘が大きくなってもうね18歳になった頃からもう逆になんか私がこうなんていうのかな、インナーチャイルドじゃないんですけども、自分がちっちゃい頃にこう満たされなかったとこ今頃になって結構思い出したりとかって、ひょんなタイミングであったりするのでおかしなことですねと思うんですけどね。まあ、加藤さんはそのあたりの専門家でいらっしゃいますけどもね。はい、そして、とし子さん、森田とし子さん、まあ、この方も本当に小さい可愛いお嬢ちゃん、今ね、お二人育ててらっしゃいます。出遅れましたが着席と、ちょっと難しい女の子を持つ私としてはぜひお聞きしたいですと。はい、ねえ、うちの娘がちっちゃい頃はインディゴチャイルドって呼ばれたりとかね、クリスタルなんちゃらって呼ばれたりとか、あと ADHD でないんですかとかですね、いろいろ言われまして。はい、まあ、宇宙から来た子供とかね、いろんなこと言われてたんですけども、はい、で、まあ、そんな家庭もありつつ、確かにうちの子もなんかね、一つね、腑に落ちたのはね、その頃ね、あれなんですよ、動物占いが流行ってたの、お母さんたちの間で、幼稚園のお母さん方の間でね。それで、うちの娘のすごい不思議な行動とかが、動物占いに出た時にペガサスなのね、うちの娘。それで、あ、でもね、うちの娘ね、ペガサスなのって言うと、みんな周りのお母さんが、あーってなんか納得してくれる、水戸黄門の印籠みたいな効果があったですよ。そう、なんか面白いですよね。それで必ずしもその生まれたお誕生日からこの人はこうですって型にはめるのが日本の方ってすごく安心するじゃない？あ、B 型、あーみたいななるじゃないですか。そう、だからうちの娘はやっぱ天然にちょっとやっぱりハイパーな子だったのでね、うん、でそのお母さん方たち何かいろいろなこう意見を、ね、言ってくださる、うん、時に「ああでしょう、そうなのそうなの、でもペガサスだから」ちょっと「ああ」ってなんかそこで解決みたいな、今でも思い出して楽しいですけどね。そう、でもね、ちっちゃい頃は本当にうちも落ち着かなくて。うん、学校の先生からちょっと小児科の先生、専門医さんのとこ行って見てもらった方がいいとか、集中力が足りないから耳聞こえづらいんじゃないかといろいろ言われましたけども、いやー、もう本当に健康だけは取り柄の、うん、子におかげさまで育ってくれましたけどね。はお嬢さん、きよみさんのお嬢さんは本当い、にこう、笑顔がすごい可愛らしい方ですはい、はい、よよく褒めていただきね。ますね。なんかはい、和みますよね、あれ見だるけと。で多分世の中上手に世間渡っていかれるんじゃないかっていうぐらい、和みますよね、なんだろう、不思議な感じはい、で。あの笑顔はやっぱ彼女の本当に天性の持って生まれたものでしょうね。うん、だからそれは私もそういうふうに思います。皆さんからもちょっと褒めていただけるんですけど、うん、ちょっとこう、また母の話に戻るんですけどはい、も、そのまあ、世の中に言われるその愛され女子って、実は私はそんなに言葉としてはそんなに好きい、じゃないんですね。え本当、なぜかというとですね、そのうちの母は、まあ、もちろんこう大事に育てられてもらって、自分は愛されるに足る存在なんだっていう確信を持って、ちゃんとこう、
そこから積み上げてきてっていうのはあるんですけど、結構密かに気使ってるんですよ、かなり。ああ、こう、特後に。ろのことでね、ぐる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 。ぐるぐるいろいろ気使ってるんですよ。あ、この人なんか楽しそうにしてないわねとか、あの人ひょっとしてこういうふうに思ってるのかしらとか、割と気を回すというか、方なんですね。だって、それでいろいろ気配りも当然する。なので、もちろんそれはそれで、あとプラス場を華やかにする、話し方とか、そういうの、雰囲気とか作りとか上手なので、それはそれでいいんですけど、やっぱり愛され女子とか言って、ただで愛されるわけないでしょうみたいなね。愛されたいなら愛せよみたいな、ありますそういうふうなね。思いがありまして、やっぱり自分が周りを大切に思ってこそ、周りの人をいいことを考えてあげたりとかして、大切に思ってこそ自分も大切にされるし、愛されるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あと私思うんですけど、今の話で多分関連あるかなと思うのは、日本に行くと本当に綺麗なお嬢さんでね、それですごく立派なキャリアもあったりとか、お家もね立派な、お父さんもお母様なのに、なぜか結婚できないって方がすごく多くて、それでそこの根底にあるものは、こんなに例えば世間様から見たらね、もう綺麗だしって思うのに、そこの一番根底は自信がないって言うんですよね。なんでって逆に私が「ええー!」みたいな気持ちになるんですけどね。だから先ほど愛される女の方っていうのはね、なんかこう揺るぎないなんか自信があるというふうに言ってましたけど、それはどうですか。私ずっと日本にね、しばらくいないのでね、今の日本の、女性ってたまに日本に帰るとすごく思うんだけど、でたくさん若い方からね、なんかその関係でご相談を受けることがあるんですよ。私専門家でもないんですけどもね。ただ私自身がその今の結婚がうまくいってるってのもあって、でどんなふうにしたら素敵な、方と結婚できますかなんてお話を伺うんですよ。それでよくよく話を聞いてみると、素敵な人とは出会いたいんだけど、でも一番お腹の部分には自信がないんですね。だからそのあたりの底の部分が、自信が持ってくると、自分のことが好きになると、他の方からも愛してもらえる、許可が出るような感じがすごくするんですよそね。れはありますね。自分好きな人って周りの人からも好きになってもらえる確率高くないですか？それはありますね。それが過激になっちゃうと、逆に今度そこはもうハードル超えちゃって、今度ちょっと嫌ねって言われちゃうかもしれないけど、そうさじ加減難しいけど、自分好きって自分のことを分かって愛してる人っていうのは、やっぱり他人からも愛される感じはしますけどそね。うですね。それはありますですよね。ね。だから、なかなかいろんなことがあって、そこら辺自信がなく来た人っていうのは、多分自分で自分をいいところとか、そういうのを一つ一つ自分で認めてあげる。自分はこれでいいんだって。自分頑張ってるじゃないとかですね。そういうところかもしれないですね。ですで、ね。それはもう本当に世間一般の常識とかそういうのでなくていいと思うんですよ。自分はこうしたい、ここ、大切に思っている、ことを一生懸命やってる。それはもうどんな些細なことであってもですね。例えば、機械の扱いは上手じゃなくても、例えば、その職場の、お茶ですとか、お茶、誰々さんの好みは私が全部もう完璧なぐらい知ってるし、上手に入れられるとかですね。それから、電話対応はいまいち苦手な方だけれども、それでも、職場に置いてある、植物とか、そういうのとかのは、きれいに、世話できるし、とか、そんなんでもいいし、あるいはもう、家族関係がすごく良好だとか、そういうの、ちょっとしたことというか、
まあ、その人が大切に思っていることで、素晴らしい、結果が出ているというか、みんならそれをこう自分の素晴らしいところとして、ポイント100とか1000とか1万とかでつけてあげていいと思いますね。多分ね、2種類の、うまくいってる人のタイプがいるって私思っていて、一つのタイプはもう本当にもう鳥海さんのお母さんのように、もう愛されて愛されて愛されて愛情豊かに育った方、これはもうなんか本当に揺るぎない自信がある感じがするんですよ。で、そういう方もきっとね、佳代子先生もそうだったと思うんでしょうけど、自分のお嬢さんに対しても、もう惜しみなく愛を与える。で、自分が愛情もう溢れちゃってるから、周りにもうたくさんこう愛を分け与えながら、で、さらに愛されるタイプがいると思うんですね。これは理想だと思いますね。でも必ずしもそういう環境の方ばかりではなくて、ね、私なんかはもう全否定されてきてますでしょ。もうとにかくやることになること。でもそこでそのまま親というか、そういう環境、自分が同じ人生を歩んでしまうというのも一つ選択なんですけど、私はね、いつもね、全否定されるとオセロゲームを思い出してたんです、頭の中で。で、親は黒の、駒を出してると。だけど、そのオセロゲームって、端と端が揃うとバーッとそれが一列黒が白になったりするじゃないですか。そうやって、なんかね、ひっくり返してきたんですよ、そのいろんなネガティブな言葉っていうのを自分の中で。だからもうオートマチックに、どんなにそのなんかこう、今もそうですけど、ネガティブな状況とか不可抗力が起こっても、一瞬で、じゃあどこに白いコマを置こうかなっていつもね、なんかオートマチックに頭の中で動くのね。だからパパパパパって、なんかそのネガティブなことが逆にバネになるような習慣がついてる感じしますよね。だからもう本当に、もう本当に愛情をかけて、ちっちゃい頃からもうね、可愛がられてっていうのっていいなと思っちゃうんですよね。羨ましい、そういうシチュエーションで今度は生まれたいなって思うのね。いや、実、いや、今、ちょっと、じゃ母の話出して、まあ、恐縮だったんですけど、いや、あれは実は本当にレアなケース、レアなケースね。レアとか言っちゃあれなんですけど、いや、多分その3000人ぐらい割と、まあまあ、付き合ってきた女性がいる中で、その職場とかですね、関わってきた中で、いないですね、他にはめったにないので、ああいう人材めったにいないので。自分の母親だけどね。母親だけど、多分ちょっとレアなので、でもまあまあ私も自分に100%自信があるわけでも全然何でもないですし、でもこう自分の子供とか自分が接する人とかには、そういう、こう根っこの大事な部分がきっと周りから好かれる人間になるのに影響してるんだろうなって思うので、その根っこの部分ですね。自分は大切にされてるんだとかいう思い、自分は愛されてるんだなっていう思いをこう育ててあげたいなって思いますね。ねえ、そうですね。私も鳥海さんとお友達になってからも早いですね、2年ちょっとになりますけれども、鳥海さんが輪の中に一人いてくださるだけで、こうふわーんと角が取れる感じの雰囲気なんですよ、皆さん。だから今までのこう2年ちょっとの間で、まあ、いろんなシチュエーションでね、お目にかかったんですけど、まあ、ビジネスセミナーの時もあったし、イベントもあったし、まあ、ハワイもね、ご一緒させていただいたりとかしたんですけど、鳥海さんがそこにいてくれるだけで、なんかそのつなぎ目のところがこう上手にこう融合されるというかね。ちょっとあの人角がと立ってるっていうところが、ふわーっとこう角が取れたりとかってするわけなんですよ。そうで、私は結構なんか戦ってきた人だから、なんか自分に向かってこう戦う人は徹底的に戦おうと思っちゃうところがあるんだけど、なんかそこに佳代子先生がふわーんと入ることによって、なんかその戦う気持ちがなんかね、武器からね、なんか優しいものに取り替えようかなって思っちゃう気分になるのね。そう、不思議なんだけどね。だからこれはさっきの最初の方に出てきたお話と一緒で、私にないものを持ってくださってるんだと思うんですよ。だから上手に私がこう鬼の角が出そうになる時に、鳥海さんがどこかともなく現れて、
そう、綱じゃないでしょ、清美さんって言って、うさぎの耳じゃなかったみたいな感じで付け替えてくれるみたいなところはきっとあると思うんですね。だから多分なんか友達とかね、親しい人ってコンビネーションだと思うんだけど、それが私はすごい心地いいんですよね。だから自分が無茶な球を投げてもちゃんと合わせてキャッチしてくれるみたいな、そういうのをね、すごく本当にありがたく思ってますし、心地いいんですよね、鳥海先生というと。それでまあね、鳥海先生がいつもそんな感じで私のなんかこうね、上手に暴走球をキャッチしてくださるので、鳥海さんがいつもそうなので、たまには私も今度は逆に何か鳥海さんのことでできないかなと思ったのがね、このところずっと皆さんにもお伝えしてるんですけども、ちょっと告知の方なんですけども、4月の5日になりますね。はい、はい、じゃあじゃあ加代子先生の方からちょっと皆さんにご紹介していただいてもよろしいですか。はい、はい、今私が一番大好きで一番こう尊敬している講演家の、はい、木下晴弘さんという方を、はい、お呼びして、4月5日、午後2時半から、はい、千葉県白石の白井文化会館の方で、はい、講演会をいたします。はい、題名がですね、子どもの人生と向き合うために知っておきたい5つの法則ということでやります。はい、木下先生はですね、とってもこうハートフルなですね講演をなさる方で、はい、この講演実績がもう20万人ぐらい、すごいですね、と感動して泣いてしまうような、この講演をなさっている方です。はい、長年ですね、塾の先生としてご活躍、あるいはその塾の、その運営ということで、頑張ってこられた先生で、子どもと真剣に向き合ってきた、あるいはお母さん方と真剣に向き合ってきた、先生の話で、こう本質的なところですね、人生で大切なことは何かとか、子どもたちが幸せな人生を送るために本当に必要なものは何なのかと、そういうようなお話を、聞けると思います。ぜひ、いらっしゃっていただきたいと思います。はい、しかも鳥海先生がね、会員されて、病院というかクリニックを持っていらっしゃる、はい、白いでやりますから、もうど地元ですね、はい、もうど真ん中で白いまで行きますけども、清美さんが、はい、司会で来てくださって木下先生に来てくださってお出迎えするんですけど、はい、いやもうね、喫茶まともな喫茶店とかなくってですね、もうどうしようかって、もうで、まあ、日中のあれだと電車3本ぐらい、3本ぐらい東京方面が来る電車3本ぐらい、乗り遅れないようにしないと。あ、そうですね、はい、夕方とかはもうちょっと本数あったりするんですけど、はい、ただまあそうですね、ちょっと田舎の方が私好きっていうのもありますし、うん、まあちょっとおもてなしをですね、はい、できる限り頑張ってですね、何しろその木下先生はもともとその有名塾とかですね、はい、企業とかの中で講演なさることも多い方なんですね。で、その あるいはこの一般向けにされる場合でも、やっぱりお忙しく方ですので、実はここだけの話1万円なんですよ。1時間から1時間半の話を聞くとしたら1万円の、はい、参加費を払わないといけないんですけれども、はい、私木下先生の話にすごくいつも感激しちゃうものですから、もうぜひその地元の人に聞いてもらいたいというまずですね思いでしました。はい、で、今回は、すごい、2000円ですごい、前売り2000円で5分の1ですね通常のね。はい、はい、ぜひご興味のある方はと思います。はい、ね、ね、ご自身がクリニックを開業されている白井で、実際にまあその地元のお母様方ともね、お子さんいらっしゃる方とつながりも強いと思うんですけども、はい、そういった小さなお子さんいらっしゃるお母様方が例えば銀座のど真ん中とかね、新宿までってなかなか
大変ですよね。だから、それだったらもう地元のお母様方にも聞いていただけるようにということで、今回シロイの方で、開催ということなんですけども、私も本当にその話を聞いた時に頼まれてもいないんだけれど、あ、じゃあそれ私ぜひ司会させてもらえませんかって、お尋ねしたら、もう快くでもぜひぜひということで、もうそういうのっていうのはね、もう先にポーンって決まれば、後からいろんなものがちゃんと条件がね、ついてくるもんなんですよ。その人、日程を合わせるとか、飛行機を取るのは後でもいいんです。だから、まずね、自分がそこに行きたいと思ったら、やってみるっていうのは、とっても大切なことだと思うんですよね。はい。で、そちらのね、木下先生なんですけど、20万人ってすごいですけれども、ねえ、まあ、教育者として人気の、先生でね、予備校で、有名な灘高校とかにですね、灘中灘高とかにたくさんお子さんを合格させてきている実績がある方なんですけども、前回の配信でも申し上げた通り、最初からものすごくそのできる方っていうか、成果を出している方ではなかったって伺ってるんですよね。最初は結構もう生徒さんから「またあの先生嫌だな、もう来ないで」って言ったのに、アンケート書いたのにって言われるような、ギリギリゾーンの先生だったところを、ね、あることがきっかけで先生自身が生まれ変わって、で生徒さんの人生にまで非常にいい影響を与えるような、そういったパワフルな、ね、方になっていかれたということなんですが、教育者の先生としての立場からね、私自身もすごく子育ては一段落しましたけども、お聞きしたい、お話でございます。では、もう一度ですね、鳥海先生の方のフェイスブックの方に行きまして、ご案内の方をね、皆様の方にご覧いただきたいと思いますけども、その秋、春先にはですね、実はいくつかの鳥海先生が、企画なさっているイベントなんかもありまして、ちょっとこちらの方をご紹介していきたいと思います。お友達リクエストをされる方ですね、鳥海加代子先生ですね、双子っちの。お子さんのヘッダー写真が入っておりますけども、こちらでございます。今お話を、していただいたのが、20万人への講演とセミナー実績をお持ちの、木下晴弘さんの講演会、4月5日、千葉県の白石市でございますね。子どもの人生と向き合うために知っておきたい5つの法則ということで、ゆったりとね、遠方の方も間に合うように、午後2時30分からね、会場は2時からと、ゆったりとゆっくりめの時間でご用意してますので、ぜひお越しいただきたいと思います。場所ですけれども、白井文化会館、こちらは白井駅から徒歩15分ぐらいの距離になるということなんですけれども、白井文化会館で、事前のお申し込みが2000円、18歳未満の方は無料で、ご参加いただけるということですのでね、ぜひこの日は土曜日ですからね。日本って今土曜日お休みなんでしたっけ、お学校。休みです。休みですよね。学校ですよね。ろしかったら、このところちょっと思春期でお母さんとお話が合わないわなんていうお子さんも、ぜひお誘い合わせの上お越しいただいたらいいかなと思いますね。で、子どもたちが本当に幸せになるために必要なことは何かというところをね、教育者、そして20万人への講演をなさってきた先生の視点から分かりやすくお話をしてくださるということでございます。そして、今回この本講演の収益、利益なんですけれども、こちらの方はすべて東北の子どもたちに本を届けるための活動として寄付をさせていただきます。私もすべてボランティアで参加をしますので、飛んでいきますのでね、この日の収益金は全部東北の子どもたちのために本を届ける寄付として使わせていただこうと思っています。そして、こちらが今Facebook をお持ちの方は、イベントページなんかもありましてですね、皆様で事前に来ていただく方が交流していただけるようなイベントページがございます。で、前回の配信でもお話したんですけど、私ね、10年ぶりぐらいに会う同級生が来るんですよね。高校の、もうすごくびっくりしました。嬉しいですね。だからそんな感じで、懐かしいご縁をも引き寄せているということになっております。そしてもう一つのお知らせですが、じゃあこちらの鳥海先生からご紹介いただいていいですか。はい、
ミニ公演シリーズはい。とまではいかないんですけれども、この冬からですね、時々、講演会等、企画、鳥海子どもクリニックの方ではしておりまして、今度3月1日の土曜日、午後2時半からですね、はい。元刑事の森行正さんという方をお招きして、またこの子育て講演会ですね、こちらをさせていただく予定です。森さんは、まあ、元刑事、叩き上げからその警部までなった刑事さんなんですけれども、一緒にその激務の傍ら、少年野球のチームの監督等もなさっていました。で、お子さんが、社会人のお嬢さんと高校生のお息子さんといらっしゃるんですが、私がすごいなと思ったのが、その息子さんがですね、親父と同じ仕事に就きたいと言ってるそうなんですね。つまり警察官ですね、元の警察官になりたいって今のところ言ってらっしゃるみたいで、すごいなと思って、そう言わせる親父ってかっこいいなというふうに思いまして、ぜひですね、人間を見つめ続けてきた、あるいは子供たちを見つめ続けてきた森さんに、子育てのお話をしていただきたいと思いまして、企画しました。こちらはですね、入場無料となっております。はい、お子様も、ご参加一緒になれます。ただちょっとぐずったりとか泣いたりした場合は、別のお部屋に行っていただくこともあることをご了承くださいということで。こちらは鳥海こどもクリニックさんの方で、開催となりますけれども、千葉県の白石、富士でいいのかな、富士129の31と、東武ストアの近くでございます。駅からもね、近くということですけれども、クリニック前に駐車場がありますということで、参加費の方はこちら無料ですので、ぜひお子様とご一緒にね、ご参加いただきたいと思います。今、講演の時のお写真が画面に出てるんですけども、そんなに大きいお子さんいらっしゃるような、見えないような、すごく若々しい方でいらっしゃいますね。おかしいですうんね。ね素敵な方ですね。政治の裏話なんかも時々、そうですよね。活動は本当に出るのかとか、ね、よくテレビのドラマでありましたね。取り調べ室で。ありまそうす。いう話をされますね。なるほど。私も結構あれですね、子供の頃、刑事さんドラマが結構盛んな時期でしたね。西部警察とかね。だから、本当の実際のリアルな刑事さんって、そういう話ちょっと聞いてみたいですよね。本当のとこはどうなのっていうところですよね。大変人気の講師の先生でいらっしゃるそうですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さて、こちら2つの今ね、講演の方をご紹介させていただきましたけれども、やはり小児科医の先生として、それからお子さんを育てていらっしゃるお母様として、ぜひね、地域に役立つお話、そしてお母様方、ご家族、子どもさんの心に響くような活動をね、これからも目指していかれたいということでございまして、今回このようなスタイルで、講演を、主催していただくということになりました。さて、鳥海佳代子さんなんですが、こちら、今、フェイスブックのページが出ております。鳥海佳代子さん。鳥海さんってお名前もね、非常に珍しい感じがしますけれども、鳥海小児科の、院長でいらっしゃいます。こちら、鳥海先生の方にお友達リクエストとかメッセージをなさるときにはね、何もね、なんて言うでしょうね、メッセージをするので、お友達リクエストすると、どの方かしらってやっぱり困ってしまいますから、必ず一言ね、メッセージを添えていただくと、佳代子先生もお分かりになると思いますのでね、このあたりはネットのマナーですので、皆さんどうぞよろしくお願いしますね。さて、この講演の方ですけれどもね、鳥海先生の、Facebook の方から詳細のページの方に行っていただくことできます。ぜひ皆さん、鳥海先生に会いに来ていただきたいなっていう気持ちも私すごくあるんですね。それで、そういった集まりですね、こうエネルギーの高い、意識の高い、それからお子さんのためとかね、地域のためとか、そういう優しいエネルギーとか、前向きなエネルギーに身を置くということは、私これ本当にプライスレスなことだというふうに思っています。ね、私も7000キロを超えて飛んでいきますので、ぜひ皆さん会いに来ていただきたいなというふうに思っています。では、鳥海さん、最後にコメントをご紹介させていただきたいと思いますね。
鳥海先生、清美さん、司会、4月の公演楽しみにしておりますと。ありがとうございます。私自身もすごく楽しみにしてて、ね、もうあっという間に2月も終わりになりますけれども、ね、春の足音が一歩一歩近づいてきておりますけれども、4月楽しみにしています。陽子さん、分かります、自信ない、でも今は自分がすごく大事ですと。ね、本当にそうですね。闇がなければ明るさが分からないなんていう話もありますから、ね、今私はもう陽子さん輝いてるところからお友達になりましたから、ね、いろんなことを乗り越えていらっしゃったんだと思います。そして節子さん、清美さんの小さい頃からのイメージング力、視点の展開の仕方は誰に習ったものもないとこがすごいですねと。私自身は多分ガラッパゴス島のイグアナみたいに非常に進化自分でしなければならなかったんだと思うんですけどもね。はい、ありがとうございます。言霊文字のせいせいさん、清美さん自ら司会をさすがですと。人のために命がけパワー全開ですねと。ねえ、多分好きなんでしょうね、そういうのがね。寂しがり屋だからね、みんなが周りにいると嬉しいんですね。はい、節子さん、お母さんたちの頼もしい味方ですねと。鳥海先生が主治医さんだと安心と。いや、本当そうですよね。最近小児科医の先生ってすごい激務で大変だから、小児科の先生を目指す方自体がすごく少なくなってるっていう話を聞いておりますが、ご夫婦揃って鳥海さんのところはね、小児科というお医者さんの道を目指されましたでございますけれども。はい、私も今から楽しみにしてますと。ねえ、理恵さん、お待ちしてますね。白井まで皆さん一緒にね、電車乗っていきましょうね。はい、私も名古屋から駆けつけてるってすごいな、嬉しいですね。皆さん、距離をものともせず来てくださるということで、私も皆さんとね、この日はまた再会させていただけるのもまた一つ大きな楽しみになってますので、ね、春を一つ一つ数えながら、楽しみにしたいと思ってます。はい、さて、ところで、この公演が4月ということで、はい、私ずっとやりたかったのはやっぱ鳥海佳代子さんシリーズというか、この先生、いろんな切り口というのを魅力持ってまして、引き出しがもうあまりにもありすぎる方なので、毎週毎週違った切り口でお話を伺いたいということで、ね、鳥海佳代子シリーズというのを今月曜日にやっておりますけども、さて、来週の予告をちょっとこちらでしていただいてもよろしいでしょうか。はい。来週、また、21時からですね、はい。清美さんの番組に出させていただきます。はい。来週のネタはちょっと何にしようか、まだあんまり考えてないので、またちょっとネタをひねり、出しまして、はい、またお話しさせていただきたいと思いはい。はい。ます。よろしくお願い皆し様まからす。もね、こんな話が聞きたいわとはい。かいうことがありましたら、ぜひリクエストいただきましたら、企画の方にね、もうダイレクトに盛り込んでいきたいというふうに思っています。はい、最後にもう一つ今コメントが上がってきましたですね。北海道の、かずみさんですね。清美さん、かよこ先生、こんばんは。子どものためにという思い素晴らしいですと。かよこ先生のファンよりとかずみさんからいただいています。確かかずみさんと矢野さんって今晩からハワイに行くんじゃなかったかな、確か。そうなんですか。ホリスティックの、お勉強に行かれると思いますけれどもね、おそらく今空港から見てくださっているのかもしれませんね。はい、ということで、こうして皆さんの、ね、親しい方のアイコンがピョンって出てくるとやっぱ嬉しいですね。本当みんなに応援してもらってる、距離離れてるけど、なんか姿はここにはないけれども、思いがネットに乗って伝わってくるっていうのは、これやっぱソーシャルメディアの醍醐味でもありますけどもね。はい、ということで、皆さん来週は、どんな切り口でいくか、皆様からのリクエストなどもお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただきたいと思います。はい、それでは今日も長いお時間本当にありがとうございました。今日は千葉県白井の小児科医の先生、鳥海佳代子先生に、ご登場いただきました。来週月曜日も21時から、鳥海佳代子シリーズお送りしていきますので、ぜひ皆さんお楽しみなさってください。では鳥海先生、今日はありがとうございました。はい、こちらで失礼させていただきます。はい、もう鳥海さんとお話ししてると、私ハワイのね、カメハメハ大王の末裔っていう感じがすごいするんですよね。お母様がね、
北海道の大地主さんだったっていうこともありますけれども、もしかしたら鳥海さんは前世はカメハメハ大王系の、ロイヤルファミリーだったのかななんていうふうに思ったりとかするんですね。ハワイがあまりにも似合いすぎる方なんですね、この方ね。で、去年の12月にセミナーの勉強で一緒にハワイの方に来てくださったんですけども、その時にハワイのセミナーの最終日にね、アロハダンス、ね、フラダンスを、ご披露していただいたんですけども、鳥海先生が、フラダンスを踊り出すとハワイアンスピリットが乗り移ったような感じに皆さんなるんですね。ものすごい迫力なんですね。はい、ということでね、私と鳥海さんの出会いもハワイがキーワードでネットで知り合ったんですけどもね、人様のご縁っていうのは本当に皆さん不思議ですね。そのご縁っていうのを育てるか、それともただね、通り過ぎてしまうかっていうのは、これはもう皆さんの直感でね、ご縁って育っていくんじゃないかと思いますよ。はい、ということで、今日は鳥海佳代子さんシリーズということでね、愛される女の子の育て方ということで、まあ、共に鳥海さんも私も母親であるわけなんですけども、ね、自分の、体験談も含めて今日はお話をさせていただきました。はい、陽子さん、私はリロ&ステッチのリロが大人になったイメージ。あ、そうですね、そういえばそうだわ、似てる似てるリロちゃんにね。はい、ああ、そうですね。やっぱり彼女はなんかすごいハワイアンな何かなんでしょうね。はい、ということで、ソーシャルメディ TV は毎週、ごめんなさい、毎日21時からね、いろいろな対談、特集などをお送りしています。これからは私の住むゴールドコースト特集などもね、レギュラーでやってきますので、ぜひまた皆さん見に来てくださいね。はい、それでは今日はこの辺りで失礼させていただきます。それではまた明日お目にかかりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。